皆さんこんにちは、パチンコパチスロ大好き南まりかです。さあ今回はですね、こちらにあります寝台のパチスロロードオブバーミリオン、こちらの打ち方そして楽しみ方をたっぷりとお伝えしていきたいと思っています。そして今回ご一緒してくださるのは、どうもサッカー日本代表本田圭佑です。まあ、そうですね、後半ね、あと 2,3 ゴール決めれたとチャンスがあった中で決めきれなかったっていうのが今後の改善点じゃないかと思いますね。以上です。あざした。帰んないでください。ちょっと待って、はい、今日は一緒にちょっとやってもらうんですよ。何されてるんですか。今日はパチスロロードオブバーミリオンというこの信頼の楽しみ方を皆さんにお伝えしようと思って。ああそうなんですね。はい、知ってますか、ロードオブバーミリオンって。ロードオブ、まあロードオブロシアやったら知ってますけどね。ロシアじゃない、今まさに戦ってますからですよね。よかった、皆さん応援よろしくお願いします。ちょっと違う、帰んないでください。ちょっと待ってください、はい、まだまだここからですから、まだ紹介しただけになっちゃう。あそうなんですね。はい、こちらのロードオブバーミリオンというものなんですけれども、はい、全国のゲームセンターとかに、ね、設置してありますオンライン対戦型のカードゲームとなってるんですよ。カードゲーム、はい、カードゲーム今ね、ちょっとこちらにじゃーんあるんですが、これが実際に使用するキャラクターカード。あ、いろいろありますね、見せてもらっていいですか。そうなんです。トリスタン、あ、ディエゴトリスタンかな。違うよ、ヘムジン、アグエ、長友、違う、吉田、長谷部、あ、結構代表の選手も入ってるんですよ。サッカーゲームじゃないです。あ、そうなんですか。違いますよ。まあ、このカード、まあ、偶然ディエゴっていうやついてびっくりしましたね。ちょたまたまサッカー選手とつながったんで、ね、私もびっくりしちゃいました。知ってます、ディエゴトリスタンって。知ってますよ、有名じゃないですか。いや、結構前の選手ですよ。そうですよ。詳しいんですね。サッカー大好きですから。あ、そうか、旦那さんサッカー選手やもんな。ちょっと言わないでください。関係ないじゃないですか。このカードゲームなんですけれども、はい、このカードがなんと今現在ですね、累計で1億5000万枚以上も発行されてるんです。1億5000万枚発行されてる。そうなんです、すごいですよね。ということはこのゲーム自体がもうだいぶ人気なんですね。はい、かなり大人気です。その人気のカードゲームを実際にパチスロにしたのが今回のこのパチスロロードオブバーミリオン。なるほど。ちなみに、はい、パチスロとかは結構打たれます。まあ、そうですね、ただまあ常に相手の裏を書くっていうのを意識してますからね。サッカー左からこう押せって言われても俺右から押しますから、ね、ダメなやつ、ちゃんと従ってくださいね。今日は、今日はお願いします。まあ、今回はですね、そんなね、なかなかこう左から打てって言われても右から打ってしまうような順番でも簡単にできてしまうような楽しい段となっております。はい、わかりました。はい、そして、まあ、今回はその打ち方楽しみ方だけではなくて、さらにですね、特化ゾーンなども皆さんにお見せできたらと思っていますので、楽しみにしていてください。さあ、そして今回はこの後ですね、本田さんには、はい、このパチスロだけではなくてですね、はい、実際にオンラインの対戦型カードゲーム、こちらもやってもらおうと思ってます。あ、本当ですか。はい、あ、ぜひぜひ、もう頑張りますよ。よろしくお願いします。ただ本田さんと来て1個前ぐらい1回だけ純一さんって言ってました。言ってました。伸びしろですね。恥ずかしい。じゃあ早速行ってみましょう。はい、お願いします。お願いします。グラッチ。さあ、それでは早速打っていきましょう。じゃあ行きましょうかと言いたいところなんですが、はい、まず最初に皆さんに知っていただきたいのが、このパチスロロードオブバーミリオンの魅力の一つでもあります。ちょっと見ていきますね、はい、メニュー表示、こちらのボイスカスタムというのがあるんですね。はぁ、こちらちょっとボイスカスタム、はい、ちょっと押していきます。こちらなんですけれども、今3種類キャラクターって出てますよね。で、こちら主に ART 中に発生する機能なんですけど、うん、こうナビ順とか出るじゃないですか、はいはいはい、1,2,3 とか、はいはい、あの時にこうナビが自分が選択したキャラクターの声で聞けちゃうんですよ。ああ、そうなんですね。そうなんです。今これ3人しかいないじゃないですか。あ、そうなんです。今は3人なんですけれども、こちらも時間とともに順次解放されていくという感じです。はい、なんで一回ちょっと聞いてみましょうか、はい、僕が行くっていう感じだったりとか。いや、ここは俺が行く。え、ちょっと待ってください。次は私が行きます。いや、ここは俺が行く。で、最後が俺が行くぜ。いやいや、ここはフリーキック俺やって。ま
こんな感じでこう好きなキャラクターを選ぶことができるので、なるほどね、そのうちこの鍵がねかかってるところが解放されていくので、あ、皆さんぜひ好きなキャラクターを選んで楽しんでもらえたらいいなと思います。面白いですね。そうですよね、はい、そんな感じなんです。さあそれでは早速打っていきましょう。あ、打ちます。はい、わかりました。え、いや、そっちじゃないですよ。決まりましたね。決まりました？決まりましたよ。じゃあ決まったところでいきますか。ゴール右上に。しかもうまいやつじゃないですか、やっぱり。ゴール右にバーかすめて決まりましたから。めっちゃかっこいいやつ。そうですね。ちょっと待ってください、はい、早速打っていいですか、もう。あ、こっちですね。はい。あ、そうなんですね。じゃあ打っていきますね。はい。はい、ではまあ、今回打っていくんですけれども、はい、今回は特に目押しの必要とかがないんですよ。こういう感じで適当にフリーで打っていけるという感じなんですけど、はい、じゃあ簡単なんですね。偶数で揃う場合、奇数で揃う場合、そしてピーズ柄揃いというものがあるんですけど、うん、今回は奇数で揃うと ART に当選してくれるんです。あ、そうなんですね。はい、そうなんです。なんでやっぱり奇数で揃ってほしいなと思いながら。え、偶数で揃ったら小当たりみたいなことなんですか？いや、その時にはレア役だったりそのものが揃います。じゃあとにかく揃うといいということですね。そういうことです、はい、奇数が揃うと嬉しい、うん、で今回大体50枚ぐらいのコインで、はい、約45ゲーム遊べちゃうんです。あー、なるほど、うん、じゃあ消費が少ないと。そうなんです、嬉しい。あ、じゃあいいですね。で簡単で、簡単だしとっても嬉しいです。さあではね、打っていきますか。おー、なんやなんや。あ、ちょっと強めの演出が来たので、はい、これはちょうど偶数です。あ、あかんかった。でも、え、今ですねリプリプベルということで、うん、チャンス目が揃います。あ、そうなんすか。そうなんです。でこのチャンス目で今ちょうど右の液晶のところにあります、はい、このアイコンが出てきたんですけれども、うん、1個ここに溜まってるの分かりますか？あ、分かります。これがまたリプリプベル同じチャンス目が来るともう1個増えるんですよ。ほうほうほう。でこれが4つ目まで全部たまるとチャンスゾーン当選が濃厚となっています。あ、なるほど。はい、面白いですね。そうなんです、まあ、そしてですね、はい、あともう一つあるんですけれども、どのチャンス目でもたまるアイコンっていうのがあったりするんですよ。あ、そういうのもあるんですか。はい、らしいんです。らしい。はい、それはちょっとシークレットなんですか？まだちょっと私も見てないんですけれども。なるほど、小出しにしようと。はい、皆さんはね、いうことですね。実際打った時に見ていただきたいなと思います。お、またなんか、あ、誰か通ったね。え、かわいいですよね。ちょっと先ほどチャンス目を引いたのでね、はい、演出が、あ、起きてます。で今レム内会って書いてますけど。そうなんです。僕名字内の海って言ってね、はい、今の内海と同じ字なんでちょっと親近感湧きますね。それない、言っていいんですか？名字本田です。ですよね、本田さんですよね、はい、びっくりした。今ステージが移行したんですけれども、これ今夕方になりましたよね、うん、全部で通常時4個ほどステージがあるんですけど、夜になるほどチャンスなんです。あ、そうなんすか。はい、今ステージの話しましたが、名もなき部屋ステージというのがありまして、うん、そこに行くと大チャンス。あ、そうなんすか。はい、じゃあ行ってください。いや、今回ちょっと行けるかどうか分かんないですけど。あ、そうなんすか。覚えておいてほしいなと思います、はい、名もなき部屋。はい、頑張ります。じゃあしばらくね、また打ち進めましょう、うん、まあ、でも本当簡単ですよね。そうですね、結構リーチがよく来てますね。また演出がかかって、うん、ね、おー、今、え、なにこれ。ここでまた先ほどと同じリプリプベルチャンス目引いたので2個目が、うん、あー、そうなんすね。はい、止まりました。あと2つで。そうです、そうするとチャンスゾーン当選が濃厚と。頑張ってくださいね。なります、頑張ります。楽しみですね。あ、ここでアルカニア島に移行したんですけど、うん、今見てください、夕方から夜になりました、はい、あ、確かに。ということは降格ステージかもしれないというところで、やっぱりレア役を弾けるととってもいいなと。おお、なるほど。そうなんです、チャンスになるなという感じになります。さあ夜なんでね、ここの辺りで何か弾けるといいなというふうに思います。まだですね。あ、お、な、ちょっとなんかチャンスそうなのがありました。お、すごいすごい、これはすごいぞ。ね、良さそうですね。いきます。お、本田さん、これはチャンスです。
これ何？これセンターベルって言うんですけれども、はい、ベルも3種類種類があるんですよ、はい、でこの下段に揃う場合と右上がりに揃う場合、はい、そして今回のセンターに揃う場合あるんですけど、はい、下段よりも右上がりがいい、はい、右上がりよりもセンターがいいんです。あ、センターが一番いいんですか？そうなんです。へえ、じゃあ一番いい状態のチャンスが来たってこと？はい、このチャンスの時に一番いいのが来ました。なるほど。あ、お、ちょっとこれ見ていきましょう。これ熱いんですか？これ演出なんですけれども、これで今テンパイしてますよね。来い来い来い、1が来れば、1が来れば ART、 おう、来い、7。でもまだ分かんないです、うん、来ます。どうでしょう？続いてるよ。はい、えい、3来い、3来い、来い、Pでした。でもまだ分かんないです。はい、えい、さあまだ続いてますね、うん、さあ行きます。えい、えい、来い、来い、来い、あー持ってない。そんなこと言わないでくださいよ。あ、これは絶対来るやろ。来ました、皆さん、これは絶対来るよ。じゃあ行きますね。えい、来ます。5が、おい、あー来ました、やりましたということで、これで5が揃ったので、うん、ART に当選ということになります。うわ、すごい映画みたい。かっこいいですね、うん。まあ、今回はあのセンターベルからあの直撃で ART に行きましたけれども、はい、そのパターンもあるし、チャンスゾーンに行くっていう場合もありまして、チャンスゾーン、はい、うん、そのチャンスゾーンが10ゲームもしくは20ゲームの奇数図柄高確率状態っていうものです。奇数図柄高確率状態、はい、うん、ということは ART に突入するかもしれないっていう期待がすごく持てるというものです。ね、じゃあそこに行ったらもう結構ワクワクすると。そうなんです。うん、まあ、そういう感じになるので、今回は ART だったので、この後 ART 楽しんでいきましょ ほう。さあ今回このアルティメットバーストというのなんですけれども、はい、あの ART に突入するとまず最初に上乗せ特化ゾーンからスタートしてくれるんです。上乗せ特化ゾーンね、はい、こうどれだけ上乗せできるかはもうその人の持ってるもんにかかってきてる。いや本当にそうなんですよ、はい、大事になってきます。で今回キャラクターがいるんですけど、はい、そのキャラクターによってどれだけ乗せられるかっていうのがまた変わってきます。変わってくるの？そうなんです。さあではスタートします。今回誰かな。あ、シバでした。シバ、この中でも安倍の生命とシバとソエルっているんですけれども、この3人がだいたい平均で80ゲーム乗せるんですよ。で、あとオーディンっていうのがいて、うん、そのオーディンは約150乗せます。あ、オーディンが一番いいんですか？と思いきや、はい、バハムートというのがいまして、バハムートだと約300ゲーム乗せちゃうんです。あ、じゃあシバはまあまあ間ぐらい、うちょっと弱いなっていう感じですね。あ、まあ、でもあれはどうですか、ダビド・シルバーは？違いますそれは違う。出てこないですか？出てこないです。あ、そうなんですか、はい、出てきません。まあ、今回シバということでしたね。さっきの準備中にレア役とかを引くと、うん、ゲーム数をそのまま乗せたりとか、ほうほうほう、あとは覚醒のチャンスになるんですよ、うん、で覚醒というのがこのゲーム数が約2倍とかに、ね、なっちゃうすごいものなんです。おお、じゃあ覚醒してもらわないとダメですね。そうなんですよ。まあ、でも今回はシンプルにちょっとシバ楽しんでいきましょう。わかりました。はい、さあ、まあ、平均80ゲームですからね。すごいですね。本当ロールプレイングゲームみたいですね。かっこいいんですよ。まあ、この時は押し順を通りに押してもらえればいいです、うん、で今見てもらえれば色が青くなったんですけれども、はい、これがこうどんどん押していくごとにどうでしょう。おー、色変わった。はい、これがこう上乗せのゲーム数がどれくらいあるのかななんていうのを楽しめるポイントになってくるのでね。はい、青の時の方がいいってこと？青より黄色がいいです。あ、黄色がいいってこと、ね、そうなんです。まあ、キャラクターによってこの告知の仕方が違ったりするんですけど、うん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 、ちょっと楽しみにしていてください。さあどうで、お、緑まで行きました。緑ですね。芝生の色と一緒ですねじゃあ行きますね。えい、えい。さあここで連打してもらってもいいですか？僕がですか？はい、はい、こうやってゲーム数がどんどんこう、ね、あ、加算されて、もうじゃあもう早くやった方がいいですね大丈夫です、早くや、あ、60ゲーム、おお、60グラッチェグラッチェいただきましたということで今回60ゲームスタートとなります。はい、はい、でここから ART がスタートしていきます、うん。
まあ、あの今回皆さん気になるのはやっぱ1ゲームあたりの純増枚数だと思うんですけど、うん、今回 1.9 枚、約 1.9 枚となっています。なるほど。はい。あ、こうやって増えていくわけですね。そうなんです。この ART の平均継続ゲーム数っていうのが、うん、なんと約300ゲームもあるんです。あ、300もあるんだったらかなり楽しめますよね。そうなんですよ、うん、やっぱせっかく入ったのに駆け抜けちゃったなんてことはねないっていうのが嬉しいですよね。そうですね、はい、300で 1.9 出るってことはもう6000近く、あ、違うか、600近くそうですそうです本田さん大丈夫でもそう嬉しいですよね、やっぱりそれだけ続いてくれるっていうのが、うん、あ、連打、ちょっと連打してもらっていいですか。連打だけなんで俺にやらすんですか。かなんか、うまいなと思って。最後まで、最後まで。あ、行きました。これで、またゲーム数乗せました。いいですね。あ、この、あ、右上がりのベルで乗せたみたいですね。うん、あ、なるほど。はい。そういうことなんですね。こうやって、あの、ART 中にはレア役で乗せていく。うん、ゲーム数を直乗せするという感じになっています。こういうのを見てると、あ、平均継続ゲーム数が300なんだなって分かりますよね。あ、分かりますね。うん、さあ、この他にもね、楽しいポイントいっぱいありまして、うん、まあ、横にここあるんですけど、うん、これがマナシステムと言いまして、マナシステム、はい、ここにあるのがマナメーターなんですよね、はい、ちょうど今が逆押しで狙えて出たんですけど、はい、これ青いのを狙ってあげるんですね、はい、で止まってくれると、あ、止まりました、見ててください、はい、たまるんです。あ、たまるんだ。はい。これが上まで行くと？マックスになるといいことがあります。いいこと。はい。あ、チャンス。ここで上乗せできるかどうか。はい。あ、これはいいやつ来ました。これ真ん中揃うと熱いんじゃないですか。はい。チャンス。お、30。はい、30乗せました。30G の G はグラッチェの G ですからね。初めて知った。30ゲーム乗せまして、まだちょっと演出が続いて、うん、あ、来ました。お、これでバトルに発展です。はあ、でこの後なんですけれども、大事なのは、あ、星が3つ。まあまあ強いってことですか。まあ、でも真ん中くらいなので、うん、勝てるといいなというところですね。勝てるとまた上乗せだったり、いろいろ、あ、そうなんや、上乗せ特化ゾーンだったりというところで勝ってほしい。頑張れ頑張れ、いきます、えい、どうかな、おお、行くぜって言ってます。頑張れ、倒れて、勝ちました。さあ、ここで勝てました。ウィン。うわ、なのでこれで勝ったということは、次はアルティメットバースト。あ、なるほど、ここで上乗せゾーンですか。そうなんです、まあ、こういう形でどんどんゲーム数を増やしていくというふうになっています。面白いなこれですよね、うん、ちょっと打ちたくなっちゃいますよね。いや、打ちたくなりますね。で、さあ、今回キャラクター誰なんでしょうか。えい、誰、あ、ソエ ル、別の方がね、さっきとは別の、ね、あ、そうですね、はい、出てきました。このソエルも、まあ、約80ゲームくらい。じゃあさっきと同じくらいのレベルですか。そうですね。そうか、一番上がだって300ですもんね。そうなんです。なんで、ああいうところでバハムート怖いって思いながらね、レバーをするのがいいのかなと思います。あ、20乗りました。でもさらに20ですからね。はい、こう押すごとにゲーム数が増えていくっていうのも楽しいですよね。おー、面白い。おー、また20乗った。乗りました。そして、えい、えい、おお、すごいすごい、ね、いいですね。もうこれ50乗りましたよ。乗りました。えい、おお、60、これで、で、70、はい、これでベルが揃ったので終了ですね。で、70ゲーム、はい、楽しいですね。いや、これ面白いな。そうなんです、まあ、こういう形でどんどん増やしていくという風になっています。ちょっとバハムート見たいですね、こうなってくるとね。私も本当です、見たいなと思って。まあ、あとこの後、はい、やっぱり気になるのはマナポイント。まあ、これがね、はい、上まで溜まったらカットインと
かでも、うん、あの色によってちょっと期待度が変わってたりするんで、うん、あ、逆光線狙い、はい、これ今回は緑でしたね。お、2つ止まったので、どうかな、あ、おー、もうあと2つですよ。そうなんです、あともうちょっと。お、また止まった、もうちょっとです、あと 1.5。 はい、でもまだゲーム数こんだけありますから、134、はい、溜まるところまでいけると思います。あともうちょっと、あ、来た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 、これで、はい、あ、お、ということは溜まる、ちょっと見ていきますね、はい、えい、溜まりました。溜まったということはマナポイントマックスということは、この後のいきますね、レバーを押します、はい、で、ここでマナポイントが溜まるとこうやってカードが出てくるんですけれども、はい、このマックスになると、アルティメットバースト、うん、特化ゾーンもしくはゲーム数の上乗せが濃厚となっています。はー、なるほど、はい、でこのカードなんですが、こちら側よりこっちの右側が選択されるとチャンスとなっています。あー、こっちが強いってことですね。そうなんです、なんでどこが選択されるのか注目です。いきますよ、はい、どこ、あ ーちょっとこっち側だった。いやでも最後までわからないのでまだ見ていきましょう、うん、さあどうでしょうか。チャンスと来て、まだある、はい、ということで、でも30ゲームプラスですよ。はい、乗りました。やっぱりマナポイントもすごくチャンスになる、うん、ということですよね。まあ、こういう感じで通常値と ART 値はこう打っていってもらえればいいなと思います。まあ、その他にも、はい、やっぱりこのパチスロロード・オブ・バーミリオンの魅力の一つでもあります、うん、8192分の1の最強の一撃の皇帝揃いっていうのがあるんですけど、何それ、このこれ分かりますか、この図柄が3つ揃うんですよ。ほう、そうすると ART が100ゲーム、うん、プラス特化ゾーンが3つもついてくるんです。あ、じゃあもう一気にいくわけですね、うん、そうなんです。まあ、こうやって見てるとどんどん打ってきたくなったんじゃないですか。いや、だいぶ打ちたいですね。シュートよりこっちの方が打ちたいですね正直ね、そうですよね、はい、特別企画、うん、南真理香 VS 本田圭介ガチンコ上乗せ対決、グラッチェー、何ですかガチンコ上乗せ対決って。まあ、先ほど説明したように、はい、このパチスロロード・オブ・バーミリオンの魅力はART に入ったら上乗せ特化ゾーンですよって言ったじゃないですか、はい、なのでその上乗せ特化ゾーンでどちらがより多く上乗せできるのかっていうのを対決したいと思います。おー、やりましょう、じゃあやりましょう、やりましょう、はい、なんで、はい、じゃんけんで先行後攻決めますか。分かりました。最初はグランパス、あれオランダロシアで今ミラノじゃんけんではなく PK で決めましょう。やりづらいじゃんけんしましょう。わかりました、最初はグー、じゃんけんほい。おお、やるとなったら本当にやるんですね。やりますよ僕勝ったから先行っていいですか。あ、いいですよ、もちろん、はい、じゃあ私は高校で行きたいと思います、はい、じゃあ行きましょう。さあでは、はい、やりましょうか、やりましょうか、はい、いいんですか早速やって。どうぞ。上乗せ僕じゃあもう1000ぐらい狙っていこうかな。いや、どんだけですか。行きますよ。はい、ここでやっぱレア役とか弾けると。あ、そうですね、いいですね。ちょっと頑張れって今思っちゃった対決なのにじゃあ行きますよ。はい、誰かな。あ、え、すごいじゃないですか。オーディンということは約平均で150ゲームの差。なかなかのやつ出したん。なかなかのやつ、ちょっとびっくりしました。僕気づいてない自分にびっくりしてましたなかなかのやつです。オーディンね、はい、じゃあこっから、はい、上乗せがどれだけいくか、はい、平均150、そうです、超えたいですね。超えたい、やりますよ、はい、かっこいい、ちょっと頑張ってくださいね。これフリーズすればチャンスということなんで。なるほど、はい、ぜひねその辺も。わあ、なんかすごいかっこいい。お、すげえな。え、てかもうすでに宇宙行ってるやん。ねえ、うわプラス30グラッチェ
30ゲームえ、だってもう80ゲーム乗ってません？確かにすごい。どうかな、フリーズ、フリーズすればチャンス。ちょっとなんか応援しちゃうフリーズ、これこれチャンスですよ。いいですよ、いいですよ。あれフリーズしてますね。フリーズしてる、フリーズしてる。やっくー、ゴーすごい。もうこれ180ですか。180、え、すごい。こうやってフリーズすることもあるわけですね。いや、すごいな、これ一瞬ダメかなと思ったらしましたから、どこでもチャンスってことですよ。そうですね。あ、来た、フリーズ、すごい、フリーズ、おい、来い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 。でもすごい、50、いいじゃないですか、230。ずっとフリーズしたいね。いや本当ですよ。あ、終わっちゃいました。でも230ゲーム素晴らしい。え、何も言わないのさあでは続きましては私の番です。うん、ちょっと怖い。まあね、もう僕だいぶ上乗せしましたから。230ゲームですもんね。だから結構上から応援してる感じでそりゃそうなりますよね。頑張ってください。はい、じゃあ頑張ります。ちょっと怖いですけど行ってみます。あー、こ、あ、でもなんか、お、何、何引いたかもしれないあ、右上がりベルを引きました。何が来んの、しかも、え、50いきなりゲーム数載せました。この誰か決まってないのに。そうなんですよ、この準備中にレア役を引くとこうやってゲーム数を載せたりとか、あとは覚醒のチャンスがあるので。じゃあなんかいいキャラが来る可能性が高いってこと。まあキャラクターがもしあのちょっと弱めのキャラクターでも、もし覚醒に入っちゃえばもういつもの平均のゲーム数より 1.5 倍ぐらいこう乗せたりとか。あ、そんなあんの。そうなんですよ、っていう期待が持てる感じなんで、大事なんですよ結構準備中。あ、そうなんや。そうなんです。その聞いてなかったから。言ってましたよ。言ってたっけ。 ART の説明の時に言いましたよね。ね、僕は聞いてませんでした。あんな説明したのに。よし、じゃあ行きます。なんかすごい嬉しいです。バーッ、うわうわ、なに、なに、え、超やばい。え、超覚醒って何。超覚醒は覚醒の上です。何倍、何倍、すごい、すごいって、すごい倍2倍です。2倍、覚醒だと 1.5 倍なんですけど超覚醒だと2倍です。ちょっとやばいな、じゃあ負ける可能性出てきたな。やばい、ちょっとじゃあ行きますね。はい、え、誰かな、これ本当大事です。え、ドキドキする。あ、阿部さんか。でも超覚醒やで。阿部の生命は約80ゲームなんですよ。で2倍やから160やから、おお、これはいい勝負やな。確かにそうですね、150ぐらいって言ってて、うん、230でしたもんね、うん、ということはちょっとギリギリの戦いですね。ちょっと怖い、やってみます。はい、はい、はあ、緊張する。でも聴覚醒なんてできる機会があるなんて嬉しすぎる。はい、え、50？ リプレイでも50なんですか。もう100、やった、いけます。嬉しい。はい、どうですか。あ、すごくないですかこれ。もう150あ、なんかちょっと良さそう。どうだろう。あ、あ、センターベル来ちゃった。え、ってことは、え、これすごいんじゃないですか。あ、ちょっと300ですよ。すごい、聞いてないなそういう話すごいです。300とかあんのいきなり。え、なになに、え、なになに、え、今ペットボタン押したらトランスですって。トランスって何。これすごいことになっちゃいました。めちゃくちゃいい状態です。え、なになになに、トランス状態になる。あ、バハムートって書いてあります。バハムート出てきたん。
ちが500ゲームって書いてありますもう負けてますすごい。でもせっかくなんで見ていきましょう。なんかすごい、まだだってラスト10あるもんね。はい、また最初からになったってことですか。すごーい。あ、逆押しやって、これが止まっただけチャンスだそうです。あ、もう一個止まれ。あー、1個。あ、何これ。え、すごいすごい。トランス状態になるともっとってことですか。半端ないです。まあ先ほどトランスって書いてあったじゃないですか、うん、このトランス状態になったっていうことは、うん、まず最初に私安倍の生命の超覚醒だったじゃないですか、うん、それプラスこのバハムートのゲーム数が2つ一緒になって出てくるということなんですよ。なんでこんなすごいことが起きちゃうということなんです。あ、じゃあもうパワープレイですね、ほとんどね。そうなんです、パワープレイです。あー、キーパーもみんなで今頑張ってますもうこれえげつないな。どこまで伸びるかもう逆に見てみたくなってきた。ですよね。ちょっとじゃあ行きますね。はい、お願いします。わあ、安倍さんが今一瞬出てましたけど、どうですか。すごい、でもどんどん乗せてます。1000いってほしいな、もうここまで来たら。ですよね、せっかくなら。おお、まだまだありますからね、うん、あと7ゲーム。あ、ほらまたこれでかいよ。これが止ま、あ、おお、なんか冗談。あ、でも2個いきました。うわすごいこれ気持ちいいですね。あ、でトランスなんで、またトランス、すごい。なんじゃこれだから皆さんがこれを打つときにここを目指すってことになりますよね。すごい。え、ちょっと私本当にびっくりしてます。今かなり驚いてますよ。あ、なんかすごい。あ、右上がりのベル引いたんで。またトランス。あ、200って見える。いや、これ超える予選。いきます。超えました。あ、超えた。超えました。へえ、なんじゃこりゃ。来ました、また青いのを狙います。あ、これ全部揃った。すごい。あ、揃った。これ相当すごいんじゃないですか。声が出なくなっちゃう。すごい。どうしよう。ハリルホズッチ見てるか。ここにいますわー、あ、またセンターベル。すごい。あ、違うか、押しじゃったか。違うか、これラストハテナ回ってなってんで続く可能性あるってこと。どうでしょう。あー、終わってしまいました。でも1500ゲームやったー。うーわー、圧勝。230で喜んでた自分がめっちゃ恥ずかしいっすわでも私自分にびっくりしてます。今びっくりっすね、これ。はい、こんな伸びるんすね。はい。へー、どうでしたこの上乗せ対決。いやいや、あのね、もうね、悔しいとかじゃなくてね、面白かったです、見ててそうですよね、私もめっちゃ面白かった。1500ゲームここからできるわけでしょ。はい、はあ、すごい、えげつないこの台。すごい。ちょっとこの後も私まだまだ打ちたいなと思っちゃうぐらいね。はい、幸せでした。いやすごい、ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。やった、勝ちましたよ。さあ、続きましては原作のカードゲームであります、こちらのロードオブバーミリオン、実際にやっていただきたいと思います。お、面白そうですね。そうなんです。あ、原作これなんですね。はい、これなんです。ロードオブ、ちょっとですね、今回は特別講師の方にお越しいただきましたので、うん、登場していただきたいと思います。はい、アスカスターさんです。どうぞ。はい、どうもよろしくお願いします。アスカスターです。よろしくお願いします。ちょっと緊張しますか。はい、緊張しますね。はい、ですよね。はい、まあ、でも今日はあの本田さんいるんで、はい、柔らげてくれるんで大丈夫です。
本物やと思って緊張しますけど確かに確かに。ちなみにアスカさんにとってこのロード・オブ・バーミリオンとはどんなゲームなんでしょうか。はい、ですね、このロード・オブ・バーミリオン、ゲームセンターでプレイすることのできるゲームなんですけれども、はい、今このゲームセンターで一番熱いと言っても過言じゃないんじゃないかと思います。ブラジルと、ブラジルとどっちが熱いですか。いや難しいですね。いやでもいい勝負だと思います。あそうですか、はい、いい勝負なんですね。いい勝負だ、相当熱いですね。じゃあいやもう熱いですよ、ね、はい、私ブラジル行ったことないんでわからないないんかい。じゃあ早速プレイしていきましょうか。はい、マカオでカジノに来てるわけじゃないんですねゲームやりますね。はい、というわけで始めましょう。はい、じゃあそれでは、はい、まずネシカカードというものを使って、はい、ゲームを始めていきたいと思います。わかりました、はい、それではじゃあお渡しするので、はい、ここ筐体の右側にあるここにリーダーに、あーこれですね、そうですね、読み込んでいただいてよろしいでしょうか。なるほど、もう置くだけでいいですか。はいはい、置いてしまって大丈夫です、はい、そうするとこのようにスタートゲームをスタートすることができますので、はい、はい、これはじゃあ実際始めてみましょう。タッチですか。はい、スタート。はあ、いっぱい出てきた。あ、なんかキャラクター多くないですか。16人いるんですけれども、どれ使おうかな。バロテリどこにいますじゃあ向こうのギデオンですね、はい、じゃあここでいいですか。はい、はい、お僕は引かない。おということでかっこいいやんか。かっこいい、決定をしますよ。はい、やめろをしますよ。だってじゃあ OK をしますOK です、はい、名前を入れるんですね。はい、まあ当然ここは僕の本名ですよね。本田圭佑でいきますね。よし、これで OK です。はい、本田圭佑、ね、ということで、はいはい、今、プレイヤーを登録していただきましたので、はいはい、実際にゲームのチュートリアルの方やっていきたいと思います、はい、じゃあこちらの方押していただいて、はいはい、おすごいなこれ映像が。おお、なんかすごいかっこいい。もう面白いもん ね、 ねなんかね、ですよね。まだこれからだけどすでに楽しい。あ、わあかっこいい。それでは、はい、スターターパックに入っていたカードを はい、こちらのゲームに登録していきたいと思いますので、はいはい、実際にやってみましょう。はい、はい、これ置けばいいんですか。はい、この下の、リーダー読み込みの場所にこれ、ね、カードを、はい、置くわけね。置いていただくと、はい、ほんまに入った。あ、すごい。ゲームの画面に反映されていきます。すごいですね。すごいすごいすごい。はい、これで先ほどのスターターパックのカードを登録ができましたの で、 で、ね、はい、ゲームの方を始めていきたいと思います。はい、まず、登録した使い魔カードを、はい、盤面の方に反映させていきたいと思いますので、うん、画面のここから下の方ですね、はい、にカードのストックがこのようにあります。これがね、はいはい、ここからカードを、画面の上の方にドラッグすることで、はあ、使い魔を召喚することができますので実際にやってみましょう。これをこうやるってこと。はい、そうですね。あ、その子は今出ているので、今このそうですね、この黒い状態になっている子ですね。はい、これを出していただくと、おお、出た出た出た。はい、あ、なるほど。このように、使い魔を召喚することができます、はい。さあ次は、ではこの使い魔たちに命令を出していきたいと思います。はい、はい、先ほど出した上に出した子たち、はい、下に丸いサークルがありますね、はいはいはい、こちらをタッチしていただくと、はい、指示を出せる状態になりますので、はい、実際にタッチをしてみましょう。タッチして、はいはい、このカシンという音がして、こうすると移動ができるようになりましたので、はい、なるほどね。これで動作するわけね。はい、ではじゃあ残りの残りも、はい、見ましょう。おお、いったいったいった。はい、エクセレントということで、はい、これで今指示を出すということが、はい、できました。なるほどね。はい、ついにこのゲームの醍醐味ともいえる戦闘になりますので、はい、こちら先ほど、自分の使い魔が青い丸で表示されるとお話ししたと思います。はいはい、敵の使い魔というのは赤い丸で表示されていますね、うん、今地面に。分かりやすい。なるほど、そうなんです。これが敵の使い魔ということになりますので、要は丸をタッチして丸をタッチすると攻撃しに行きなさいということになりますので、うん、そちらをやっていただきます。これをタッチして、はい、タッチして、タッチして、お、
タッチして、こうやると攻撃するわけ。おー、はい、行きました。サイドから。おー、勝った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 。さあ続いて残りの、え、一人で全部やんの。はい、あ、今度そっち攻めるんですね。おお、で、あ、勝った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 。すごいすごい。おお、勝ちました。おお、すげえ、簡単に勝ちましたよ、はい、うん。このゲーム、はい、敵を倒すことが全てではないんですね。あ、そうなんですか。敵を倒しても試合に勝利することができるわけではなく、はい、相手のアルカナストーンというものを、コアみたいなものを破壊することで、はい、試合に勝つことができます。なので今回は敵のコアを、アルカナストーンを破壊しに行っていただきたいと思います、はい、上の方にアルカナストーンというのが、今矢印がついてますね、こちらありますので、はい、こちらの方に、お、そうですね、素晴らしい。カメラを移動してここをタッチしていただくと、タッチしますよ、はい、そうすると、あ、来た来た来た、移動してきて、お、来た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 、行け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 、攻撃してる。あ、足りなかった時間が。いや、でもロスタイムあるでしょこのように石を割っていただくと。なるほどな。これを割れれば勝つってことですか。そうです、はい。今敵を倒す、石を割るという説明をしましたけれども、はい、このゲームにはそれだけではなく、マナを貯めることで、はい、もっと強い味方を呼び出す、はい、ということができます。バツラにもありましたね、マナね、うん、はい。なのでその、操作をしていただきたいと思います、はい。でマナタワーというものがありますので、はい、先ほどのように移動指示を出していただいて、うん、制圧を、はい、あ、これこれかな、これがマナタワーになります。時間切れならんやな、ね、あと10秒、10秒ある、頑張れ、最後まで諦めないで。制圧した、いけたかな。今制圧をしてる、頑張ってしているところですね。どういけるかな、いける。おお、いけた。ということで見事、うおー、グラッチェで、マナタワーを今制圧することができました。どうなんの、はい、今度はこの、今まで戦闘していた子たち、はい、この子たちがマナを生み出すこともできるのです、はい。でこの今取った自分の陣地、青くなってますね、はい、この陣地内に、はい、この子たちに指示を出してあげることで、はい、マナを貯めることができますので、はい、やってみましょう、はい、サークルをタッチしていただいて、はい、この陣地、どこでも、この陣地ならどこでも大丈夫ですので、はい、タッチしていただくと、はい、これ今マナといって、ゲージが、はい、マナゲージがここに溜まり、回収するってこと。そうです、今これマナを貯めている状態になっています。これいつもやってもいいんですか、はい。あ、パツラのマナポイント貯めてたやつみたいな。はい、あ、溜まってきてる。で、マナを貯めると、はい、使い魔を召喚することができますので、はい、はい、召喚をしてみましょうか。召喚、召喚、はい、これ新しいやつってこと。そうですね。お、お、出てきた。はい、お、なんか強そうなやつ出てきたやん。そうですね、このように、マナを貯めて、うん、新しい人を出せるんだ、呼んでくるっていうゲームに、はい、なっています。面白くなってきたな、これですよね、はい。この後スロットでもあった覚醒というものを、覚醒ね、はい、やっていきたいと思います、はい。で、使い魔の覚醒にはまた同じだけのマナが必要になりますので、はいはいはい、マナを貯めて覚醒をしていきたいと思います。マナをじゃあ貯めないといけない、はい、マナを貯めるんですね、はい。こう、あれ、なんか動いちゃった。いいですね、もう一回サークルを押していただいて、はい、いいですね、はい、これでみんな今マナを貯めている状態になりました、はい、すごい。さあ、覚醒 OK 出た、今覚醒 OK って出ましたね、はい。で覚醒 OK と出たら、はい、また先ほどの召喚と同じようにこの子をた、下のアイコンをタッチしていただいて、こうやってこう、はい、おお、来た来た来た、おお、すげえ、かっこいいかっこいいかっこいい。さあ、これも、そうですね、右の子、こっちの子やりましょうか、これ、はい、これをここ、はい、あ、すごいすごい、来た来た、わー、これで覚醒が、あ、はい、来ました。要はパワーアップするわけですよね。そうですね、なるほど、はい。それでは、はい、舞台を強くすることができたので、はい、今度こそ、はい、相手の石を割りに行きたいと思います。はい、ので、はい、あ、なんか来た、なんか来た、敵が来ていますので、お、じゃあ敵のサークルをタッチして攻撃してみましょうか。いいですね、あ、なるほど。さあ、このように指示を出すことで敵と戦闘してくれます、はい、へー。さあ、お、これで近くに行った敵はいないですかね。全員倒すことができたのですが、はい、このゲームここで終わりではありません、はい、そうだ。さあ、
敵のアルカナストーンをそうですね破壊しに行きたいと思います。ストーンはどの辺にあるんだ、右上の方にありますね。お、あ、これ、これか、ありました。ここ押せばいいね。こちらをタッチしていただくと来るわけですね。85秒しかないよ、ラスト。頑張れ頑張れ。これ間に合うかどうか。あ、直接放り込んで、あ、おっしゃ、来た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 、終わりに来ました。どうだろう、いけるかな。あ、結構早い。いけるかな。おお、いけました。なるほど、はい、ということで見事勝利ということになります。面白いなこれ、はい、はい、ということで、はい、一通りチュートリアルをプレイしていただきました。はい、ということで、はい、次から実際に試合を、はい、していただきたいと思います。はあ、すごい。試合どんな感じでやるんですか。はい、その試合なんですけれども、うん、カード、実際に、はい、カード合計7枚使用してプレイすることができるんですね。はい、はい、でスターターパックには使い魔カード5枚入っているので、はい、追加で2枚、はい、僕がカードを用意した中から選んでいただけたらなと思います。強そう。はい、なんかちょっともう光り方が違いますやん。そうですね、そうですよね。強いカード持ってきましたので。あ、これちょっとあれ入ってるやん、あのパチスローの時引いたあのこれオーディン、オーディン。そうだ、引いてました。これはちょっと使っとかないとね、オーディンに申し訳ないですよね。いいですね、使いたい。じゃあ置いていいんですか。はい、大丈夫ですよ。でさ あこれで今6枚登録しているので、はい、どれ1枚、なんか一番光ってるやつにしよう。単純これやな。これ、あ、こっちかな。あ、これ一番光ってますね。はい、オズマ姫。はい、姫ですから。姫ですね。さあ、じゃあこれで、わ、本当だ、ちょっと強そうですね、オーディンとオズマ姫。そうですね、はい、はい、これで、はい、はい、今7枚登録できましたので、はい、これで試合が始められます。お、やったー。はい、ということで、はい、先ほどの5枚に追加して選んでいただいた2枚が、はい、画面の方に反映されています。オーディンとオズマ姫が。はい、じゃあこれ決定していいですか。はい、はい、大丈夫です。はい、今回は模擬戦ということで、うん、コンピューターと4対4の試合が、なるほど、はいはい、自分を含めた他6人の、うん、あ、7人のコンピューターと、はい、試合をする感じになっています。はい、わあ、すごい楽しみ。え、どうすんの、もうなんかちゃうやん急に。さあ、はい、ちょっと雰囲気が変わって難しいかなと思うんですけれども、うん、まずやることはチュートリアルでやったことと全く一緒です。はい、はい、まず今持っているマナーを使って使い魔を召喚します。はい、召喚 OK って出てるやつです ね、 これね、はい、お、出た出た。さあ、はいはい、召喚ができました。はい、そしたら次はさらにマナーを貯めたいので、はい、タワーを取りに行きたいですね。こう、はい、全員を選びましょうか。全員を選ぶ、 あれだ、はい、うん、で、左上の方にタワーがありますので、はい、そちらを目指しましょう。左上、これ、はい、あ、なるほど、ここです。ここ、これ今違う味方が今、あ、タワーを制圧しています。はい、これに今、あ、便乗するわけです。そうですね、協力して、うんうん、今これ協力してタワーを取ったところです。あ、そうなんですね。さあ、マナタワーを取ることができたので、はいはい、次はマナを貯めていきましょう。こうやって押して移動させるんやっけ。そうです。あ、すごい、できてる、うん、素晴らしい。押して移動、はい、はい、はい、押して移動、はい、スムーズ。これで今、マナを貯め始めた状態になっています。はい、はい、召喚出ましたよ。召喚出てますね。いいですか、出して。いいですよ。さあ、新たな仲間を呼んで。お、なんか強そう強そう強そう。じゃあせっかくなのでその子もマナを。こいつもマナを貯めさせて、ね、いいですね。お、ちょっと分かってきてますよ、ね、確かに、はい、覚醒 OK ってなってるよ。覚醒 OK 出てますよ。なるほど、え、覚醒しても大丈夫ですよ。しても大丈夫なんですけれども、せっかくなのでここは、はい、先ほど選んでいただいたオーディンを召喚したいと思います。先 に、ね、先に召喚したい。あ、さあ、来た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 来ました。それですよね。お、おー、オーディン来たよ。かっこいい。こいつは強いよこれ。ね、強そうです。さあ、オーディンを呼ぶことができました。はい、さあ、もうオーディンを呼んでこれで戦闘しに行くのでもいいんですけれども、はいはい、せっかくなので、はい、覚醒、超覚醒をしてどんどん部隊を強くしてから戦闘しに行きたい。じゃあ覚醒させますよ。はい、これ相当なオーディンですよ。強そう。さあ、覚醒しました。はい、かなり強そうになってきましたね。強そうです。さあ、さらにマナを貯めていくと、はい、
聴覚生みたいな、これ悩みます ねどっちがいいんですか。まあ、聴覚生いっときましょうか。さっき聴覚生いきますか、はい、聴覚生はすごいですからね。いやこれはそう、うわでかなったよ、でかーい、うわすげえ。さあもうね、モーションもでかくなってかなり強そうに、はい、こんななるんですね。はい、さあさあ、召喚できますよ、はい、姫いきますよ。姫も召喚しましょうか。あーかわいい。姫も強そうやからね、一番光ってましたからね。そうですよね、はい、でやっぱり主人公の本田選手も、覚醒させておきたいなっていうのもありますけどね、はい、僕的には。はい、本田選手覚醒しました。お、多分もう今右足も使えるようになってますよ。あ、なんかすごい。ちょっと待って、魔人転生っていうのがあんねんけど、何ですかこれは。これ何、これ実は必殺技みたいなものがありまして、はい、この魔人転生と表示されているときに、はい、赤のボタンを押したまま、はいはい、青のボタンを同時に押すと、はい、魔人というものが呼べます。ちょ、やっていいですか。はい、大丈夫ですよ。同時に押すんですね。赤のボタンを押した状態で押しながら、押しながら青です。はい、何これ、すごい、わあ。さあ、うわ、もうホンダじゃなくなってるやん。はい、今ちょっと画面に映ってない上の方に今いますね。上の方にいる、ちょっと見たいです。ちょっと見たいですね、うん、あ、これです、ホンダ選手が入ります。でかい、いや、もうこれホンダ選手、これすごい、ドラゴバよりでかいですよ。ですよね。そしたら舞台が完成しました。マナをいっぱい貯めて舞台が完成しましたので、はい、全員を相手のミニマップを見て、相手のタワーの方の敵がいますので、そちらに、右上、敵に行くんですか。この敵の方に行きましょうか、はい、右上、こうやって、そうですね、はい、行きましょう。こうやって、これいいですよ。これここ行っちゃうの。はい、へー、あ、敵も来た来た来た、あ、なんかでっかいの来ましたよ。何これ、どうなってんの、どうなってんの。さあ、敵を攻撃したい場合は、はい、敵の方に画面を移動していただいて、今下にいますね、下に移動していただいて、あ、いるいる、これか、はい、でサークルをタッチすると、今バトルといって、これ強そうですよ。さあ、今これ上から舞台が来て、来ましたよ、来た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 。さあ、どうなってる。さあ、これで今続々と敵を倒して倒して倒しているところです。すごい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 、え、なんかすごい、おっしゃおっしゃおっしゃ。さあ、一通り敵を倒すことができました。じゃあこっち戻って、そうですね、一生終わりましょう。おー、なんかすごい楽しい。この敵を倒すだけでは、はい、この勝負勝つことができないので、はい、敵を倒したら次は石を割るという流れになります、はい、破壊できました。さあ、勝ったのかな。今3本実は敵の石があって、あ、はい、右の石を割った状態ですので、はい、次は真ん中の石を割りに行きましょう。真ん中、はい、左側ですね、左、はい、それです。これか、あ、これか。わ、このタイミングで聴覚性 OK とかなってるよ。確かに、全然しても大丈夫ですよ。はい、しようか、いつしても、いつしてもいいんですか。えい、あ、移動しながらの聴覚性もあんねや。できます、はい、覚醒した方が強いですもんね、だって、はい、と、あ、タイムオーバー、ここでオーバーで、あ、勝った、見事ゲージが今優勢だったので、勝ちました、はい、勝利ということになりました。勝利、やっぱしっかりマナを集めて、あそこで聴覚生とか、はい、魔人転生とか、はい、あっこまできっちり準備したのが勝因ですよね。いや、その通りです、ね、ということで順位も1位で、やったー、はい、いやー、おもろいですね。ありがとうございます。これってなんかカードはもうここに置いとくだけで大丈夫なもんなんですか。はい、基本的にはカード置いているだけで大丈夫なんですけれども、はいはい、カードを操作することでちょっとした技も実は出せるんです。あ、そうなんですか。どういう、はい、例えば、先ほども活躍したオーディンですけれども、はい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 、オーディンこう縦に擦ることでダッシュができます、はい、縦に擦ることでダッシュができるって先に教えといてください。ごめんなさい。本当です、うん、多分ずっと歩いて攻撃してましたよね。そうですね、はい、なるほど、こう、あ、カードにもそういう動きがあるんですね、はい、ということで、はい、画面のタッチだけではなくて、はい、手元のカードの操作もすることで、はいはい、より高度な戦闘ができる。へえ、面白そう。そういうゲームになっています。そうなんすね、はい、勉強になります。さあ、以上で今回は終了となります。はい、さあ、実際どうでしたか今回は。いや、そうですね、スロットがまず面白かったですね。そうですね、上乗せ上乗せでね、うん、
いや、何でしたっけ、僕はオーディン、そうです、はい、あのキャラが大活躍してくれて、はい、大活躍してくれてこっちでも活躍してくれたから、この連動性がたまらないですよね。確かに、やっぱりね、原作を知ってまた打つともっとね、はい、楽しさが増しますよね。そう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 、逆でもいいんですよね、こっち知ってからこっちやっても面白いし。そうです ね、まあでも私の方がいっぱい引きましたけどね。あ、そうや、そうやった思い出しましたそれはなんか何ゲームでしたっけ、上乗せ1500ゲームです。1500ゲーム、多分もう一生分上乗せしたで。そんなことないですよもう上乗せないで。なんでそんなこと言うんですか伸びしろゼロやで、もう。やだ、あります。もう縮みしろしかないよ。伸びしろあります。もう縮んでいく一方や。やだ、やめていや本当に、でも本当にね、楽しいなという、いや面白かったですね。はい、はい、そしてあすかさんも今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、いや、僕も本当にアーケードの方のプレイヤーなんですけれども、はい、スロットの方ぜひ打ってみたいなと思います。ぜひ、はい、楽しいポイントいっぱいですので、はい、でこっちこれだけ詳しかったら、はい、こっちむちゃくちゃ楽しいと思います。いや、そう思います、僕も。はい、なのでもう本当今から楽しみです。ここの上にカード並べて打ったらいいんじゃないですか確かに、これいっぱい乗りそうですね当たる率上がるんじゃないですか。確かに、はい、ぜひ新しいですね。はい、打ちに行きたいと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、さあ、こちらのパチスローなんですけれども、もう10月の11日に全国のホールに導入されております、うん、なのでぜひ皆さんもお近くのホールで楽しんでみていただければと思います。ということで今回はご視聴ありがとうございました。では皆さん、バイバイ。バイバイ。カメラちょっと見